ガンダムチャンネルをご覧いただいている皆さん、こんにちは。機動戦士ガンダム、先行のハサウェイプロデューサーの、サンライズ尾形です。よろしくお願いします。そして、音楽を担当しました澤野博之です。よろしくお願いします。今回はですね、この機動戦士ガンダム先行のハサウェイの、オリジナルサウンドトラックのアナログ版と、先行のハサウェイ仕様のレコードプレイヤーの発売が決定したということで、澤野さんと一緒にアナログ版を視聴してみたいと思います、はいはい、すいません、いきなりちょっと台本通りに言いましたね。大丈夫ですかね、この、 プロモーションをこの僕ら2人でやるっていうのは、はい、なかなかない試みだと思うんですけど、ね、ええ、一応これが、アナログ版とプレイヤーですね、はい、はい、これが発売されるということで、うんうんうん、いきなりちょっと入ってきますけど、はい、佐野さん、レコードは、はい、レコードは、はい、よく聞かれますか？これが、いきなりさ、いや、そうですよね。これ、僕、昔結構、中学とか小、はい、中学かの時にレコードを聞くのがハマった時あって、はいはい、レコード屋さんに買いに行ったりとかあったんですけども、やっぱそっからあんま買わなくなっちゃって、レコードプレイヤーもなくなっちゃったんで、だけど今最近やっぱアニメ作品のサントラ担当するとなんかアナログ版出したりとかっていうのがあって、はいはい、でそういうのサンプルもいただいてるんですけどね、どっかで聞きたいなと思っててずっと聞けないままだったんでいやこれが今回出たことによってまとめて聞けんなと思って。家にプレイヤー自体はないないんですよ。音楽買わないんですよ。音楽買わない、そうです。サンプル版もらってるのにも買ってなかったんですけど、ちょっとそうなんですよね。なかなか難しいですよね、レコード今、配信だとハイレゾとかもあったりとかして、 それでいい音で聞けるっていうのもあるんですけども、はい、まあこうやってアナログ版の音を聞いていただける機会っていうのもすごくありがたいですけどもね、はいはい、昔子供の頃って知識なかったんで、はい、CD の音が一番いいもんだって勝手に思ってたんですよ。カセットよりもいいみたいな、 ずっと僕もそう思ってました。あ、思ってましたよね。で、レコードよりも CD の方が新しいんだから、うん、レコードよりも CD の方が音いいんだって勝手に思ってたんですよ、はい、なんかレコードってプチプチ鳴るノイズとかあるんだろうなと思ってて、はい、でレコード屋さんにその当時なんかチャギアンダースカの古いモーニングムーンかなんかを買って家で聞いたら、CD で聴いてたやつよりもなんか音の広がりがすごい感じて、うんうん、なんで CD より音いいんだレコードの方があって、うん、すごい不思議に思って、そっからハマってちょっと買ってたりはしましたけどもね。やはり耳が違います。いやいやいや、でもなんか本当そんななんか素人そんな知識なくても分かるぐらいそう感じたっていうのがあったんで、その時はそれでハマって古いレコード版とかをなんか新規に買ってきて聴いたりとかしましたね、はあ、いろいろね CD やっぱり作る側っていう、僕は全然作ってないですけど、はいはいはい、出す側に回ると音域切られてるんだとかそういうのを聞きながらやってたんで、やっぱりレコードでね再現できるっていうのはすごくいいことだと思うんで、はいはい、じゃあ早速この先行のハサウェイのオリジナルサウンドトラック、はいはい、聞いてみましょうか。はい、聞いてみますかね、はい、これじゃあ僕がやっていいですよね。これ怖いですよね、はい、僕も絶対これを一回あれですよね、さっき説明聞いたんですけどね、上げてこっちまで持ってって、はい、この端っこぐらいが、これ一発目間違えて曲の途中から流したらすげえやばいですよね。これで落としてみます。あれ、これでいいのかな、これは落ちてんのかな。あ、いったんじゃないですか、これは。Never see a winner in the game. Things have changed. I'll do it for the better for of us. I'll tear apart the dark mobiles. Think of me when I am gone. The moment the light comes on, I will use up the steps that's good in me. They stole my joy.1曲目はメビウス、はいはい、本編では
オープニングはい、はい、そうですね、カットで使わせていただいた、曲ですね、うん、どうですか聞かれてみて。いややっぱなんかアナログ版のなんかこの回りながらも聴いてるこのいろんな意味でのなんか良さみたいなのは感じましたし、まあ、なんかあのオープニングの曲だったんで、もともとサントラにもこのメビウスって1曲目に単純に入れただけだったんですけども、そのなんかちょうどこのなんかレコードで聴くって感じにも合ってる曲だったなってなんか思って、偶然にもイントロも含めてすごくそうです、ね、いい入りですよね、うん、なんかレコードこういうの聴くとやっぱちょっと大人になったら感が出ますよね。あ、そうですね、ありますね、そういう効果ありますよねちょっとお酒飲みながら聴くみたいな、そのメビウスそういった意味ではすごく合ってますよね、うん、このレコードプレイヤーで聴くっていう、うんうん、そうですね。でなんかまあやっぱこの曲あのまず三大さんや岡さんの協力を得て MV とかも撮ったりとかしたんで、そうですね、うん、思い出深いところもあって、はい、うん、このメビウス曲自体さっきもあのオープニングの曲として作っていただきましたけど、はい、まあ、最初発注した時はダブルボーカルみたいな感じ で、うん、はいはい、でしたよね。なんかそうです、そうでした、イメージ的には尾形さん的に確か、ハサウェイとギギーって言って で、まあ、これは本当に単なる後付けなんですけど、うん、よく言ってるんですけども、まあ、単に自分はサウンド的に男性ボーカルちょっとその作詞してる MPI さんとベンジャミン2人に参加してもらったんですけども、最初は MPI さんとラコさんだけで行こうと思ったのに、はい、のをベンジャミンがやっぱ歌が入ると声がよりその広がるなサウンドがと思ったんで、あの単純にサビでちょっと彼に入ってもらうという方向にしたんですけど、まあ、結果的にあのハサウェイって三角関係、そうです、ね、そこにあのケネスも入ってくるので、まあ、そういう意味でも良かったのかなと思って、うん、そうですね、はい、あの上がってきて、あ、3人になってるすごく良かったって僕も思ってます。あ、そうですか、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと早速せっかくなんで他の曲も聴いてみましょうか、はい、クシーとアースですかね、はい、続けて聞いていただきました。この2曲聴いてみていかがでした？いややっぱなんか特にそのクシーなんかはあのハサウェイの作品の中でも重要なところに使われている曲なんで、はい、うん、そこに関してなんか美味しい感じで今回使わせていただきました。いやいや、はい、そうなんかあの知り合いの方とかがやっぱなんかハサウェイ見られた方多くて、はいはい、ものすごいなんかあのハサウェイの音楽すごい良かったよって珍しくあの褒めてもらいますけど、多分あの音楽じゃなくて以上にハサウェイが良かったんだと思いますみたいな。やっぱりあの、はい、沢野さんでも一番最初お願いしたのってユニコーンの時、はいはい、そうですけど、やっぱユニコーンの1話の1本目のやっぱりあのユニコーンが、登場するっていうか初、はい、バナージが乗り込んで、はいはい、あの発動するシーンと、やっぱりハサウェイでいうと今回あのやっぱクシーの走馬灯のシーンからのクシー発信ですか、はい、あそこがやっぱバッチリハマるっていうのが、はいはい、やっぱり沢野さんと一緒に仕事をしてるとあのもう沢野さん以外だとあんま仕事できなくなる。いやいや、そんなことですけど他の人が悪いわけじゃないですよ。そんなことは悪いわけじゃないですけど、やっぱ沢野さんはそこの部分すごく強いなって思います。いやでもやっぱ映像とかそのいろんな物語の力もあってよりそのお客さんやそうやってあの知り合いの方にもなんかいい形で伝わったんだなと本当感じたり、あとこのクシーの後のアースって曲も結構序盤でその音楽がその映像とともに割とフィーチャーされながら流れるので、なんかこの曲もこの間あのそれこそフェイトとかのプロデューサーやってる方とがなんかすごくあのあそこのシーンの音楽めっちゃいいですとか感動して泣きましたとか言ってたんですけど、多分あのシーンが良かったんだと思うんですよ。いやいやいや、本当に。普通にこう降りていってるだけじゃないですか。いや、そうですね、多分あの綺麗な流れと、はい、でもまあ、はい、うん、音もうまくはまったところもあったと思うんですけどもね。沢田さんは、ここってはめるわけじゃないですよね、なんか。
そうですね、まあ、シーンのイメージは一応しながらって形、まあ、メニュー音楽メニュー表に書かれてある文章だけはちゃんと、はい、ところはなんかなある程度組んで、ある程度というか組んで取り掛かったりはしますけどもね。でもこのアースなんかはだからやっぱ平和っていう言葉とかそうした部分のイメージで曲作ってるっていう感じがありまして、はい、次はあのあれですかね、やっぱり、走馬灯のところ、はい、あそこ、はいはい、ああいったシーンって結構その普通だったらここにはめてくださいみたいな感じで発注したりとか、こう 何秒のやつが欲しいですみたいな、ことが欲しいですとか来ると思うんですけど、今回もたまたまはまったっていうか、そうですね、まあ、一応なんかメイン、これが一応メインの曲になるっていうか、劇中の中でも特にメロディーを押し出した楽曲にしたいっていうところと、うん、その辺を踏まえて作ってたところはありますけども、うん、でもなんかあれですよね、この曲ってわかんないですけど、あの一番盛り上がるサビのメロディーよりも皆さんってどっちかっていうと、あの走馬灯になってるあのシーケンスの部分の方が、う、ね、うん、印象に残ってんのかもしれないなっていうか、なんかあれがあってそのサビが来るのがやっぱりまあいいというか、はいはい、なんかそこの走馬灯がすごくまあハマったというか、はいはい、何度か僕もその自分のやってる作品とかでプロデュースしてると、プロデューサーやってると、はい、なんかあのそういうハマったなって、これいけたなって思う時が何回かあるんですよ、はいはい、でもやっぱり沢野さんと仕事してる時はそれが多いっていうか、いやいや、そっちだけど、これは来たなっていう、やっぱりユニコーンの1もそうでしたし、うん、ユニコーンの4の時の、はいはい、あのロニーとの戦闘シーン、はいはい、あの辺の下りの音楽と絵のシンクロとかがうまくはまったりとか、うんうん、まあハサイもやっぱりここのとこあった時にもうダビング1回目みんなに聞いた時に、これ監督ずらすとか言い始めたらどうしようって一番そっちの方が心配で、ここだけはもうこれでいきましょうって、まあ、監督一番気に入ってたところだったんで、結果あれだったんですけど、あでも僕もダビングで見た時にあのハマり具合なんか見てて自分自身も感動しましたしね、はい、うん、あのもう一曲やっぱりハマってたとこは次聞こうかと思ってるトレーサー、はいはい、なんですけど、まあ、ここも僕あの監督がもし全然気に入ってなかったらもう絶対何を思っても死守しようと思ってたんですけど、まあ監督もここ一番お気に入りだって、あ、なるほど、言ってたんで、あのよかったなと思ったんですけど、トレーサーをちょっと聞いてみましょう、はい、なんかあのシーンもああいうクラブでみたいな感じだったんで、ね、まあ、これはあのこういうターンテーブルではないですけど、はい、でもなんかこういう絵とともに聴くとまたなんかそのクラブの感じとかも思い出せてるというか、ぜひ次のライブでは、ね、これ持ってくもらって DJ クラブ感出してもらって何やり出したんだあいつ話になりますよでも今日トレーサーはもうベンジャミンですかね、うん、あ、そうそうそうですね、なんか割とああいうアップテンポの曲とかって MPI さんに歌ってもらうことサントラの中で多かったんですけど、うんうん、なんかベンジャミンの声でやったらまたちょっと違ったアプローチになるかなっていう気がしたので、うん、ベンジャミンにお願いしたら今回なんかうまくハマったっていうか、彼 そのエッジの効いたシャウトの具合だったりとか、うん、その辺がうまくハマったりとかして、劇中でもかなり言い方ね、あのいい感じでなんか使っていただけたんで、うん、すごく僕も思ってます。本人もめっちゃ喜んで映画何回も見に行ってましたもんねツイートしてましたよ、まあまあ、そうですよね、ツイートしていただいたりまあでもあのシーンすごくやっぱ美味しいって言ったらおかしいですけど、はい、あのシーン書かれたらすごいいいだろうなって思いますよね。そうですよね、うん、もちろんさっきのクシーが出てくるところもそうですけど、はい、もう一つやっぱりあそこはいきなり場面転換でああいうふうな画面になるって、うん、すごく印象的に残りますね。皆さんやっぱここはいいって言ってくれてて、うん、はい、あれって僕もうちょっと僕がうる覚えになってきちゃったんですけど、クラブのシーンのところから流れていったりした、あれは当初からその打ち合わせだったんですか。そうそうそう、クラブの外側から聞こえてるような感じがどんどんオンになってくるみたいな感じのことをあの話をしてて、はいはいはい、であの曲になったんですよね。なるほどなるほど、なるほど、結構もう根底の段階からそのイメージで やってたんです、ね、結構なんか作ってる勢い的にあのガウンマンの出撃っていうところを意識してたところがあって、はい、あ、そうそうそう、マークティー、うん、
っていうところがあったんで、あ、そうか、やっぱあのダンスフロアのところからって話してますね。そうですよね。はいはい。なんか結構ちょうど僕がロケハン監督と行った時に、まあ、それと合ってるのかわかんないですけど、あの結構フィリピン の, そのダバオって気候めちゃくちゃいいんですよ。春先行ったんですけど、まあ、だいたい夜でも22、23度ぐらいでカラッと晴れて、で結構海岸、まだコロナの前だったんで、あの海岸とかでみんなビーチで、それこそあのダンスミュージックとクラブミュージックかけながらみんななんかあの騒いでるみたいな感じなんですけど、その時にやっぱりこういう曲が結構爆音で流れてたりとか、低音がこうブンズン来るような感じのことをやってて、それすごい思い出して、やっぱりベンジャミンの歌声も相まって、なんか外国に来たかっていうか。じゃあちょっとあの後半のもっと激しめのですかね、はいはい、戦闘シーンの曲、あのもう読めないですけどこのタイトルCR5P3 カーゴピサ、あ、カーゴピサですね、ペネロペ、ペネロペですか、ね、全然読めないです。僕もだんだん分かんなくなってきてますから、ね、はい、ちょっと戦闘シーンの曲をいくつか見てみましょうか。はい、はい、曲をちょっと聴いていただきましたけど、はい、やっぱりレコードちょっと違いますよね、レコードで聴くと、うんうん、そうですね、またなんか CD では、まあ、CD は CD の良さがあって、うん、ある部分もあるなと思って、でもレコードはレコードで、またなんか CD とは違う、なんだろう、まあ、言葉で表現するのもね、よく人によっては温かく聞こえるとかいろいろありますけどもね、うん、でもなんかいいなと思いましたね。はい、本日はありがとうございます、サムさん。ええー、こちらこそ、はい、貴重な機会ありがとうございました。いかがでした、まあ、あのサントラと、はい、このプレイヤー、まあ、いや、やっぱなんか、まあ、あのハサウェイって今回あのブルーレイの特典ではサントラを収録していただけたりとか、はい、まあ、配信っていう形はあったんですけども、でもなんかこのアナログ版っていうものを出していただくことによって、またちょっと違った形でなんかあの皆さんの手元に行ってもらえる機会を作っていただけたのは嬉しいですし、うん、なんかそのまたアナログ版なたらアナログ版ならではのその音の聞こえ方もすると思うので、うん、で僕も今日こうやって体験できて、うん、なんかより改めてこの機会いただけたこと本当に嬉しいなと思いますけどね。はいはい、またね、今後その2の発注とかどんどんしていきたいと思ってます、ね。はいはい、また2本目もね、ぜひこういった形であのアルバムまたオリジナルサントラックこういう形で、アナログ版とか、うん、そういうのしてもらえるように、うん、頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ最後ちょっと商品告知をさせていただきますので、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイのオリジナルサウンドトラックのアナログ版と、閃光のハサウェイ仕様のポータブルアナログプレイヤーが現在予約受付中です。詳細やお申し込みはこの動画の概要欄にある URL からご確認ください。どちらも数量限定の予約商品となってますので、お早めにお申し込みご検討ください。はい、ありがとうございます。はい、本当今日は時間いただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。